サクッとテレビ。はい、皆さんこんにちは。目指せハリウッドスタージェームズ前島でーす。作詞のファッションリーダーこと滝沢さやかでーす。さあ、さやかちゃん、いよいよ始まりました。サクッとテレビです。はい、我々ですね、寒空の下3時間待たされております。はい、いやもう寒いんですけどね。この番組がですね、サクッとテレビ、なんとサクの魅力とファッション、グルメをお茶の間にサクサクッと紹介してしまうサクサクッと市民参加情報番組、それがサクッとテレビ。さあ、今日はですね、我々記念すべき第1回目の放送、佐久平駅の近くに来ております。この佐久平駅の周辺で話題の美容室、なんとアップスヘアでーす。じゃ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 ーん、アップスということなんですけどもね。僕の顔もアップー、私はアップー。さあ、このアップスヘアなんですけどもね、佐久平駅浅間口から徒歩2分、非常にですねおしゃれな美容院。そうですね、駅にも近い今人気の美容院ということなんですね。さやかちゃんはこのアップスヘアも当然ご存知でしたよね。そうですね、はい、初めてです。あらららら、らいきなりやっちゃっ た, ということでですね、さあこの番組ではですね、もう何でもありの、はいはい、番組なんですけども、今日はですねもう記念すべき初回ということで、はい、どんな内容になっていくのか楽しみですよね。はい、じゃあではですね、早速次のコーナー行ってみましょうか。はい、はい、いよいよ今日から始まりました。せーの、サクッとテレビ始まるよ。ということで、さやかちゃん、はい、今日初めのコーナーですね、はい、お父さん変身コーナー。さあ、さやかちゃん、はい、このコーナーはどんなコーナーなんですか？そうですね、このコーナーは日頃頑張っているお父さんをおしゃれでかっこよく、はい、輝かせて家族のみんなを驚かせようという企画です。びっくりコーナーですね。はい、そうなんです。さあ、今日はね、どんな素敵なお父さんが登場いただけるんでしょうかね。はい、それではね、早速初めてのゲスト、はい、紹介していきましょうか。はい、今日のゲストは水野のりゆきさんでーす。はい、こんにちは。こんにちは。水野さんは工場にお勤めで、うん、バスケットボールが大好きっていうしっかり者のお父さんです。あ、なるほど。さあ、水野さん、はい、いよいよね、この後も大変身なんですけども、はい、今の気持ちいかがですか？そうですね、ちょっとやっぱりドキドキですね。この水野さんを華麗に変身させてくれるのはこのお二方。こんにちは。こんにちは。登場いただきました。はい、さあ、さやかさん、はい、この二方どんな方になるんですか？はい、ヘア担当は美容室アップス代表小池聡さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしてファッション担当はテイフォワード代表手塚康さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水野さん、いよいよですね、この二方のもとに大変身となります。はい、まず小池さん、はい、今日水野さんの変身のポイント、どのあたりでしょう？はい、奥様がですね、三浦翔平さんを大好きということなので、ちょっとクールな感じで、かっこよく若々しくさせていきたいと思います。はい、それ以外にですね、はい、今日はこっちのまずこれを使っていきますね。これはお好み焼き焼くってわけじゃないですよね。昨日焼いてきましたけど、実は冗談なんですけど、よりがいいな。こちらちょっと使っていきます。お楽しみにしてください。はい、さあ、そしてですね、手塚さん、はい、先ほどですね、そうですね、女の子のお子さんがいらっしゃるということなので、ちょっと爽やかに素敵な、ちょっと学校でもモテるようなお父さんに変身させたいと思います。おっと、手塚さんからもですね、頼もしいお言葉です。さあ、水野さん、はい、間もなく変身タイムです。今の気持ちは、はい、いやー、楽しみですね。さあ、それではいよいよ変身タイムです。皆さん一緒にレッツチェンジ。
かなファッション狙い撃ち。今流行りのジャンスカでちょっとセクシー。ということで我々ですね、場所を移しまして、はい、岩村台駅前のペイフォワードにお邪魔しております。ペイフォワードさん、はい、非常におしゃれなお店ですけどもね。そうですね、おしゃれですね。さあさやかちゃん、はい、今日の水野さん、はい、どのように変わったのか楽しみですよね。楽しみですね、はい、組みたいです。はい、この中にね、もう水野さんがスタンバイしているということなんですけどもね、はい、開けたらハトとか出てきませんよね。大丈夫ですよね。はい、まもなくご家族の皆さんとご主人のご対面になるわけですが、ゆなちゃん、もうすぐパパが出てくるよ。今どんな気持ち？ちょっとパパがどうなってるのか楽しみ。そうだよね。そして奥様はいかがですか？どうなってるか楽しみです。そうですよね。期待しています。どうなっちゃってるんでしょうか。ではですね、早速呼んでみましょうか。さあ、水野さんとご対面です。それではカウントダウンです。せーの、54321オープン。じゃーん。いや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 、かっこいい。変わったね。かっこよくなったね。別人28号かと思っちゃいましたけれども、本当に鉄人ですよ。あ、そうかそうか、ありがとうございます。いや、もう頭も冴えてますね、本当に。ファッションが変われば人も変わる。いやー、さやかちゃんどうですか？これはね、惚れますね。やばいですね、本当。もうモデルさんみたいですよね。かっこいい。いやいやいや、いやー、水野さん、はい、ご自身としては？そうですね、普段着ないものを着させてもらって、髪型も普段こんな合成ならないのでね、ちょっと自分でも驚いてますけどね。なんかすんごいかっこよくなって、なった。ちょっと惚れ直したかな。かっこいいね。次はあなたとレッツチェンジ。さやかなファッション狙い撃ち。今日は大人カジュアルでお出かけスタイル。さあ皆さん、柵の魅力、そしてファッション、グルメを余すところなく紹介していきます。市民参加型情報バラエティ番組、その名もサクッとテレビ。さあ、さやかちゃん、はい、先ほどのですね、はい、水野さん、すごい変身だったよね。うん、ね、すごかったですね。マイピンもやってもらってた、うん、おー、できればね、もうプロデューサーにお願いします。ね、次はもうちょっと髪の毛伸ばしてみたりね、うん、もうね、やっちゃうやっちゃう、ロングにしちゃったりとか ね、うん、やっちゃうやっちゃう、僕も大変身。イエーイ。さあ、さやかちゃん、はい、ファッションについてはですね、うん、やっぱり今注目のグルメも、あ、皆さんに ね、紹介していきたいと思います。はい。さあ、ではさやかちゃん、はい、今回のレストランお願いします。はい、今回ご紹介するのはこちら、じゃん、ジンガラさんです。ジンガラさんは本場のナポリの味を再現、雰囲気を大切にした、みんなに愛されている美味しいお店です。うわー、ジンガラたまらない。ジンジン。じゃあさやかちゃん、もう我慢できないんだよ。お腹空いちゃったね。もうイタリアン大好き、ピッツァ大好き、もうたまらん。ボーノー、行きますか。はい、こんにちは、サクッとテレビでございます。すごい。いやー、さやかちゃん、はい、ピッツァジンガラ、はい、来ましたね。素敵な雰囲気。マイピ、見て見て、はいはい、浅間山すごくない？ほんとだ、すごい眺めがいいですね。すごい景色だね。はい、ということで、さやかちゃん、早速ですね、このジンガラのオーナー、はい、井出孝雄さんに登場いただきましょう。はい、井出さん、お願いします。こんにちは。背が高いですね。すごいですね。井出さんはですね、うん、マラソンが大好きで、フルマラソンをなんと3時間で走り切ってしまうというオーナーさんなんです。マイピはいいよ、マイピはいいから。あ、そうか。いやー、井出さん、今日はよろしくお願いいたします。はい。さあ、今日はですね、この柵の美味しいグルメを紹介していくわけなんですが、はい、このピッツァジンガラさんでは、はい、今日はどんなメニューをお出しいただくんでしょうか。はい、ナポリも定番のマルゲリータをお出します。マルゲリータ、来たね、マイピー、食べたい。も
ないよ。はい、ということなんですけど、井出さん、はい、このマルゲリータ、焼き上がるまでにはどのぐらいかかるんですか？はい、高温の巻き窯で一気に焼き上げるので、1分半ぐらいで焼き上がります。うわ、このサクッとテレビにふさわしい、うん、もうサクサクっと焼き上がっちゃうわけですよね。はい、そしてね、この素材などにも非常にこだわりがあると聞いたんですが、はい、そうですね、チーズなんですけども、使っているモッツァレラチーズはナポリから空輸便で週2回、飛行機で運んでおりまして、小麦粉などはすべてイタリアのものを使用しております。こだわりですね。ねえ、さやかちゃん、ここ柵で、ね、ナポリから空輸ですよ。まさかね。ねえ、うわ、楽しみになってきました。ではですね、このサクッとテレビ記念すべき第1回のですね、このサクの美味しい味、ピッツァジンガルからこの後マルゲリータを皆さんにねご紹介していきたいと思います。それではオーナー、よろしくお願いします。はい、お願いします。楽しみだねもう食べる準備は。あー、来たよー。はい、すごーい。サク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 とテレビサクとテレビ、うわ、すっごい。はい、どうぞ。 ありがとうございます。すごいよ、ね、マルゲリータ。早く食べたい、熱々、ね、じゃあ早速さやかちゃん、はい、いいですか、私から、うん、まずはレディーファースト。いっちゃいます。どれが大きいかな、はい、すごいな。これにしようかな。とろけるチーズ。いいですか、前ピッチャって。どうぞどうぞ。ちょっとちょっと、これすごい。うわー、とろけるすごいですね、これとろけるチーズ。あー、もったいない。すごいな。さっきからすごいことになってますけど大丈夫ですか。どうする、どうする。はいはい、お皿お皿お皿。はい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 、お皿お皿お皿。ナイス、ナイス、ありがとう、はい。ちょっとすごいよ、すごくないですか。もうチーズがですね、どこまでもさすが。これはもうナポリから空輸だからね。うどうしよう、ナポリの香り、ナポリの香り。はい、ではですね、さやかちゃん、食べてみてください。いただきます。うわー、すごいな。おないただきます。いきますね。さやかちゃんが一口、パクッと、うん、おすごい。さやかちゃん、コメントできるかな。できない。サクッとテレビ、サクッとテレビ、うん、おいしい、うん、サクサクッとコメントを。すごいね、もちもちです、生地が。なぜかこの弾力はすごいですね。おいしい。オーナー、やっぱりこのマルゲリータなんですけどもね、はい、まあ、このジンガラでも非常に人気のあるメニューとも聞いています、はい、このチーズ、これもすごいとろけるチーズ、こだわりもあるんじゃないですか。そうですね、はい、まず、ナポリからその空輸で運んだ後にしっかり水を切って、はい、で、お出しすることによって、まあ、余分な水分が抜けてトマトソースと、生地と、三位一体になるっていうのがこのマルゲリータの特徴ですね。うわー、三位一体となる、まさしく芸術品です、ジンガラのピッツァ。さあ、さやかちゃんに続いては私前島もですね、行っちゃいますよ。行っちゃいますか。うわー、じゃあ早速行きまーす。いいねー。あっ、あっ、チーズ、チーズ、マイピー。どう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 、グララチェーン。ついてる、ついてる。いかん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 、お口を拭いて。いやー、オーナー、この
あの生地のもちもち感、はい、これはどんなこだわりがあるんでしょうか。これは生地に使用しているのは、小麦粉と、小麦粉と水と塩とイーストのみになっているんですけども、それを、一気に高温で焼き上げることによって外側がパリッとして中に、もちもち感が残るという、そういうものがナポリピッツァの特徴ですね。はい、はい、皆さん、外はカリカリ、うん、中はもちもち、それがジンガラのピザだね。いやー、さやかちゃん、じゃあ続けて我々食べましょう。いただきます。はい、さあ今日のサクッとテレビはピッツァジンガラからお届けしてまいりました。本当さやかちゃん、美味しかったね。さあ皆さん、このサクッとテレビではご覧の方にですね、イデオーダーから特別なサービスがあるということなんです。そうなんですか。はい、オーナーお願いします。お願いします。はい、ジンガラはナポリにこだわっているわけですけども、エスプレッソもナポリ産の豆を使っておりまして、そのエスプレッソを2月末までサービスいたします。おー、いやー、とっぱらオーナーありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さん、お伝えしたようにこのジンガラではサクッとテレビをご覧の方にエスプレッソ1杯無料サービス2月の末まで OK ということです。いやー、さやかちゃん、はい、これはすごいサービスでした ね毎日行きましょうか ね毎日来ちゃいましょう、ね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあさやかちゃん、今回から始まりました市民参加型情報バラエティ番組、はい、サクッとテレビ、今回もすごかったね。すごかったです ねまずはあのアップスさんでのヘアメイク、そしてペイフォワードでの衣装チェンジ、はい、そして今回はこのピッツァジンガラでのマルゲリータ、はい、サクッてやっぱりすごいね。すごいですね。すごくおしゃれな街なんです ねこのサクッとテレビではこれからもですね、このサクの魅力をサクサクっとお届けしてまいりたいと思います。でこの時間お供しましたのは私ジェームズ前島と橋沢さやかでした。次回もあなたとサクケーブルテレビでサクッとお会いしたいと思います。それではイデオーダーもご一緒にお願いいたします。せーの、サクッとテレビ、また見てね。次回のサクッとテレビはまたまたファッションと美味しいをお届け。